女優、広末涼子、42、が不倫を認めた。翌日の1日、夫であるキャンドルアーティストの木、ヤンドル・ジュン氏、49の知人が、最近のキャンドル氏の言動についてスポニチアネックスの取材に応じ、驚きを口にしました。キャンドル氏は、広末と不倫相手である人気シェフのトバー・マネサク氏、40と共にダブル不倫を認め、14日に謝罪しました。その日の午後1時頃、2人の謝罪後、面と約3時間後にキャンドル氏は、鳥羽氏が経営するレストラン、シオ、東京都渋谷区の前に現れました。その日は、シオが定休日であり、シャッターが閉まっていて、看板も出ていなかったため、キャンドル氏は何度も覗き込み、店が、シオであることを確認しました。最後に頭をかいた後、携帯電話をポケットから取り出し、関係者に電話話をかけながら立ち去り、近くのビルに入っていきました。キャンドル氏は11日に、福島県内で行われた東日本大震災の復興支援イベントで妻の騒動について言及しており、この時点では、広末と鳥羽氏の不倫関係は公に認められていませんでした。キャンドル氏は、自分自身の家族は、今大変なことになっています。しっかりとこの後、けじめをつけますので、皆さん、お楽しみにと発言しました。キャンドル氏の知人は、キャンドルさんは、温厚な人柄で、誰もが認める存在です。常に穏やかな人です。だからこそ、彼が妻の不倫相手の店の前を訪れたり、大勢の人の前で、けじめをつけますので、お楽しみにと不穏やかな言葉を口にすることが、信じられません。ただし、彼は、非常に子供思いの良きお父さんです。広末さんと前夫の間の長男の名字が、変わらないようにと、広末さんと結婚した際に婿入りしています。そのため、彼が、広末さんと、鳥羽さんの行動が子供たちに、酔える影響を許せないのかもしれません。彼の覚悟が伝わってきますと語りました。